ディス、プラケです。ペコル生後185日目、プラケのレオパイクジ日記やっていきたいと思います。今日はですね、まあもう185日ということで、まあ1ヶ月を30日ちょっとと計算しますと、まあ約ね、生まれてから半年が経った感じですよね。30×6、18、180、そうですね。なので、半年経ったら、まあ、レオパのベビーはどれぐらいね、飼い主に懐くのかというね、ことをね、ちょっと実験していきたいと思います。まあ、諭吉でね、1年経ったら、1年じゃないか、半年経ったらどれぐらい懐くのってね、やったんですけど、まあ、ペコルさんに関してはね、もう、僕のところでね、生まれたベビーですから、もう本当に生まれたその瞬間から僕が世話してるわけですから、もう多分ね、もう通通ですよ。もうめちゃめちゃ懐いてるはずなので、ちょっとね、今日はそんな実験をね、してみたいと思います。またちょっと名前を呼んでね、ちょっと僕の方に来るか、やっていきたいと思います。ではね、やっていきます。はい、ペコルおいで。おいでペコル。ペコルさん、おいで。ペコル、おいで。あれ？ペコルさん。ペコルさんだよね。確かペコルさんですよね。ペコルさんですね。ちょっとおいで、ペコルさん。ちょっとこっちおいで。ペロじゃなくて。おいで。ペコルさん。おいで。ほら。こっちに来たらいいことあるよ。ほら、おいでおいで。ペコルさん。ペコルさん。逃げもしないけど、気もしねえな。ペコルさん。おいで。あ、帰る。もしかして帰る？あ、帰るの。はい、というわけでね、半年ね、愛情込めて飼育しても、呼んでも来ないということがね、判明しました。次はね、自分から手にね、乗ってきてくれるか、手を差し出したら、ちょっとそれをね、ちょっと見てみたいと思います。自分から顔の前にね、差し出せば多分来ると思うんだよな。はい、おいで。はい。あれ？はい。はい。めっちゃ迷惑そうな顔するやん。こうね、ちょっと歩いた通り道に、で、看護してるね、また。通り道に手があったら、たまたまそこに手があったから、乗ってしまいましたっていう感じで、はい。ほら、よし、これ乗るべ。これ乗るよね。乗るね。乗らない。乗らない。乗らないのね。そっか。半年ではなかなか距離がね、縮まりきらないな。ではね、もうしょうがないので、餌やりをね、していこうと思います。はい。ではね、最後は、まあ、半年飼育していたらね、ハンドリングしながらでもね、ご飯を食べてくれるのかっていうのを検証したいと思います。いや、これはね、本当にたまにやるんで、多分食べてくれるんじゃないかなと思います。ちょっとおいで。はい、来ましたね。じゃあちょっとあげていきたいと思います。はい、
はい、あ、これはクリアしましたね。よかったよかった。もうね、もう手なんかね、こう飼い主の手はね怖くないよっていうねことはもう分かってるはずなんでね。えらいえらい。そうだよ、もうこれ本当にこれくらいクリアしてくれないとさ、もう動画になんねえから。まあ普段ね、ハンドリングも、ハンドリングっていうか、まあ世話するためにね持ち上げる程度なんで、ずっとハンドリングしてるってことはないんでね。でもやっぱり半年飼ってるとね、まあ、手の上も地上の上の延長みたいな感じぐらいにはね多少なってくれるのかなと思います。はい、3匹食べ終わりました。じゃあ最後ね、体重測定の方をしていきたいと思います。いいよ、ペコロさん乗って。63g ですね。なんかずっと現状維持だね。はい、というわけで生後185日目のペコロさんはコオロギ3匹で 63g という結果でした。ではまた、バイバイ。